どうもこんにちは。本日はセレッソ大阪対横浜 FC に来ております。淀港桜スタジアムに来ております。淀港に来るのは数回来たことあるんですけど、香川真司選手をね、生で見るの初めてなんで、そこを楽しみにしてやっていきたいと、見ていきたいと思います。行きます。これフレームね、今日の記念に写真も撮って帰ってください。皆さん映ったらぜひスマホとかカメラでね、写真収めて。
小川航空機、長谷川拓也、このあたりですかね。そうですね、有名さで言ったらこのあたりですね。ゴールキーパーはいいけど、Thank you.
はい、ということでセレッソ対横浜 FC が終わりました。2対0でセレッソの勝利となりましたけど、やっぱりその香川選手が今日は本当に上手くて、やっぱ見応えがある試合になってましたし、セレッソのねサポーターの雰囲気も得点入った時なんかすごく良くてね、やっぱいいチームだなと思いましたし、いいスタジアムだなと思いました。では以上です。ありがとうございました。